キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はドラフトチェック、ね、通信簿ということで、うん、埼玉西武ライオンズ編です。はい、はい、なんて言っても、うん、竹内くん3球団、うん、競合して、はい、抽選で引き当てるっていうね、松井和夫さんが、はい、ね、声出てましたね、よっしゃみたいなね。うん、あの時に一番印象言っていい、はい、歯白そうですか、歯綺麗まあね、うん、と思ったけどね、はい、いやまあね、このドラフトで一番評価高かったんちゃうかっていうね。ああですか、事前のね、うん、全員の中でね、うん、それはまあね、戦略的にね、チームはと構成的には、はい、まあ1位にね、まあいろいろ右左と野手とあるかも分かんないですけど、うん、結構ね、前評判高かったなっていうところがありますけども、はい、ね、好きな有名人デヴィ夫人です。竹内くん、なんでか聞きたいよ。なぜ聞きたいですね、まあ、行ってきようかな。でもやっぱいい味出しますもんね、デヴィ夫人ってね、一滴が好きでとかあるかもしれないですね。ね、うん、ということでね、はい、まあ、でも大きいですね、ここ西武、なんて言ってました、佐々木は。まあ、ドラフト戦略は結構山川選手次第っていうところもあるよね、うんうんうん、あと高橋光成投手もポスティングかもしれない、うんうんうん、で全体的には外野とリリーフ守護神が補強ポイント、うん、で上位はおそらくまあ投手に行くだろうと、うん、でパワー系のでも外野も欲しいよねと、うん、で1位は、まあ、高卒投手が今まで多いから取るかもしれないみたいな、うん、で育てていくんちゃうかっていうところでね、はい、まあ、佐々木は前だと。赤間さんは1位、私高橋、ちょっと情報なかったね。高橋君とかね、そうそうそう、ちょっと早かったからね。そうなんで、取るのが、うん、やんのがね、甲子園で活躍したピッチャーじゃないかって、うん、先生も前だ。で視聴者はで、ね、1位細野、おー、2位渡来で、笠尾ドラフトでは1位渡来、まあ、野手い、ね、うん、ったんだよね、その、うん、っていうところで、はい、1位はね、竹内選手、まあ、公言してたからね、うん、しかも上位は投手投手かって。いやそう、投手投手言ってるの、竹内、2位ね、上田君、うん、これも完璧やろ、はい、まあ、竹内君が先発で、これ上田君はもう守護神候補じゃない、はい、ね、そうですね、正直、うん、マックス154キロ、関西ナンバーワンって言われたピッチャーですよね、うんうんうん、だって俺ドラフト1位でいなくなるんちゃうかと思ったらね、はい、2位でいて、で多分これね、中日が津田君行って、うん、でハムが新藤君行って、うん、でヤクルトが松本君行ったから上がってるからね、はい、上田君やろっていうね、うん、それぐらい期待値高いよね。うん、4年生秋にはノーヒットノーラン達成してる、まあ、でも実績はめちゃくちゃ高いピッチャーですよ、うん、本当。でもリリーフしちゃうかと思うんだよね。だから高橋コーナー残ったから、はい、ね、ポスティング許されなかったから、うん、高橋コーナーでしょ、はい、今井でしょ、で松本でしょ、平で平でしょ、隅田でしょ、うん、あと与座とか、はい、あとは、まあ、今年はエンスとかもいたし、でそこに多分竹内とかが入ってくる、はい、わけじゃん、うん、そしたらやっぱ後ろがね、うん、薄いから両方頭先発先発っていうのはないと思うけども、はい、このバランスはもう最強だね、うん、うん、正直ね、うん、前評判から言うとね、うん、広島の常広高ぐらいの盤石感あるね、うん、この2人を上で取れたっていうのはすごいです、うん、で3位にね、はい、横浜高校から杉山、うん、4位成田君投手、うん、青森広崎工業、で5位宮沢君、徳島インディゴソックスすごいですね。インディゴソックス毎年もうずっとドラフトかかってるからね、最低でも1人は、はい、ね、しかもよ、こんなに入れ替わっていくのにまあまあそこそこ強いんだよね、はい、インディゴソックスね、あとはその海外からの売り込みもすごいらしい、インディゴにそのドラフトかかるから、はい、で6位が伊勢のラオウ村田レオン君、ね、で7位に、糸川亮太君ピッチャー、はい、うん、エネオスからで、育成がシンクレア・ジョセフ・コウノスケ、うん、ピッチャー徳島インディゴソックスね、うん、横文字だけど江戸時代風の名前が出てくるよね、はい、コウノスケね、うん、はい、で谷口君徳島、はい、インディゴソックスから3人取ってるんですか、川下君函館、はい、ピッチャー金子君 BC 埼玉内野手、木瀬君投手、奥村君外野手 BC、 奥村君去年も注目してた気がするんですよね、で、うん、去年指名かからなくてっていう、うん、あと3位これ川下くんだった気がする、あ、川下くん、あ、多分、うん、っていうところでね、はい、まあ、全体的に外野とリリーフ、うん、もうピッチャーばっかりだからね、ピッチャー6人内野1人、しかも本当ピッチャーだけで村田レオン君以外ピッチャーですよ、うん、全員ね、うん、まあ、野手も若いのも出てきてるっちゃ出てきてるけどね、うん、まあ、村田レオン君がおかわり君の後釜になって、うん、あとはまあ山川がねどうするか問題もあるけども、まあ育てなきゃいけないからね、まあ、一応別件がいますけどね、うん、あとはピッチャーか、はい、ね、確かにもうちょっと野手取るかなっていう感じもね、
パワー系の外野手とかね、うん、まあでもその元々そのね野手がそんなに多くない年でもあるっていうね、はい、ところでそもそも外野が少ないね、少ないですね全体的にね、うん、このこんだけ100人規模のドラフトを取ってる中で、うん、外野1割もいないもんね、はい、そうなってくるとやっぱ外野が、まあ、いなかったのかなって、まあ去年昼間取ってるしね、うん、そうですね1位でね、うん、でまあ鈴木翔平もねちょっとずつでも上がってきてるっていうところもあるし、うんうんはい、まあ、あとまあちょっとした外国人取るかもしれないしっていうね、うんまあ、じゃあピッチャーが豊作の年にいいピッチャーをたくさん取っておいて来年だからもう来年のドラフトがちょっと楽しみだね、はい、で来年はもう野手総振りでキャッチャーの古賀もね盗塁阻止率もいいし、うん、上がってきたしっていうところ で、うん、でバランス的にはね大卒大卒 で高卒と高卒、うん、ね2人取ってて24歳のアイランドリーグと、ね、エネオスの糸川社会人2人取ってるから、うんまあ、大卒2人高卒2人社会人2人みたいなもんだから、ねはい、そういった意味ではそのバランス構成も良かったなっていうところもあるし、うんまあ、1人ぐらい内野取っといた方がいいっていうところでね、まあ、伊勢のラオね、はい、やっぱこう佐々木チャンネル推しの、はい、あ体大きいですからね、うん、196cm 110kg、はい、これも頑張ってくれなきゃ困るからね、そうですよ、あこう里ちゃん推しだから、はい、あでも伊勢のラオこれ間近で見たらめちゃくちゃ大きいんでしょうね、はいうんね、活躍するまで今の髪型続けてほしい、あそうなんだ、はい、だって全メディア含めてこう佐々木チャンネルが一番伊勢のラオウの名前出してると思う、出してます、うんはい、しかもあのドラフト後のいろんな番組で、うん、伊勢のラオウって言ったのは多分俺だけだと思うよ、はい、多分ね、うん、プレビューニュースでもね言いました、うん、言ったけども全メディアも含めて、はい、この伊勢のラオウに注目したいっていうこの一つのコメントを言ったのも多分俺だけだと思うんだよね、そうですね、うん、伊勢のラオウが指名された時ツイッターで伊勢のラオウ伊勢のラオウ伊勢のラオウ、すごいみんな見てるいや期待してこんだけ、ね、押してるからね、うん、これはもう今後も応援し続けるでしょうね、そうそう応援するからって言ってコメントが優しくなることはないから、そうですね、うん、でも名前はね上がっていくから、うん、だからずっと伊勢のラオウだね、はい、オリックスのさ、うん、徳島のラオウはさこうじゃん、はい、伊勢のラオウこっちにすればいいんじゃん左で、いやちょっとラオウをやっぱ超えましょうよ、えいやラオウを超えて、うん、伊勢のなんかこうなんかなんとかみたいにしましょうよ、それはなんかラオウを超えたのにラオウってつけるなんかあれじゃないですか、でもラオウよりすごいないよ、ラオウ最強だからね、北斗の拳だからだケンシロウになっちゃうからね、じゃあケンシロウでいいじゃないですか、長いね、うん、だって今ラオウ杉本は足の毛が今トキに飛行ついてもらって直してるらしい、そうなんですかトキに、うん、コメント言ってた、えトキって鳥じゃないよ、はい弟、うん、でもこれはもうねちょっと村田レオン君はね、はい、追いかけていきたいな、楽しみに、伊勢のラオウ、ね、これは、はい、俺はもうどこでコメントしてももう伊勢のラオウって言うから、ね、はい、俺はね、うんうん、僕は次のオリンピック候補だ、はい、そうなん、伊勢のラオウ、それぐらい来てくれると信じてるんです、うん、早くから、でもいいよね、伊勢の松井秀喜とか、うん、伊勢の一郎とかじゃなくて、はい、もう選手じゃないこういう名詞だからいいよね、いいですよね、うん、いやでもあれなんじゃないですか、伊勢の杉本って言われてるようなもんじゃないですか、いやいや伊勢のラオウだ、違うんですか、全然違う、杉本とラオウは全然違う、久留米のギータとかじゃないですか、あもうだから伊勢のラオウは伊勢の杉本なんじゃないですか、違う違う違う、ラオウだから、うん、あ違うの、杉本もラオウだ、分かる、杉本もラオウなの、杉本じゃないんだよ、うん、杉本もラオウなの、はい、だからラオウの下に杉本があるわけよ、おお、うん、ラオウ杉本がトップじゃないから、ラオウの下に杉本があるから、でだからラオウの下にこの村田レオン君いるから、だから要は分岐みたいなもんだから、あそうなんですか、うん、そう杉本の下にくっついてるから、ラオウの下にくっついてるから、えじゃあ松井秀喜さんはゴジラじゃないんですか、ゴジラ、あゴジラなんだ、だからゴジラの下についてるついてるんですか、うん、あじゃあ誰がゴジラを名乗ってもいいわけですね、そうゴジラの下だから、あそっか、うん、なるほど、で伊勢の一郎ってなるとイチローさんが上だからイチローさんの下になっちゃう、そうですね、うん、でもこのゴジラとかラオウはゴジラとかラオウの下だからに、そうか、そうだから松井秀喜さんの下じゃないよね、うん、横っていうパターンもあるから、なるほど、うん、抜いても並んでも名乗っているわけですね、ゴジラ、そうなるほど、はあ、ラオウは抜けないから、抜けない、ラオウだから、ラオウ抜けないから、はい、ゴジラも抜けんやん、なるほど、うん、あそうシステム分かりました、だからそういうのがいいよね、はい、でもしっかりね、なかなかこうノーマークだった人が多い中でやっぱりこうやってかかるっていうのはね、危なかったよな、あんだけ押しててかからんかったらな、はい、あれみたいな感じで、ねうん、ちゃんとね伊勢のラオウも静岡のね、うん、ゴジラも、うん、西武のスカート見てんじゃないですか、見てんか、青山君が見てて言ったんじゃないですか、ああ青山
山君も上田大河とかと勝負だから ね、うん、こう頑張っていかないとね、ポジション奪われちゃうからね。小山君と上田大河が日本代表で一緒の部屋にいたらしい。そうなんだ。まず坊主でこうって言うんだよね。へぇ、そうなん、気合いでこう、あ、このセブンに入るのに、はい、うん、ラオはもうクロスまとってきたいじゃん馬で来たいんじゃん。いや、まだ何も知らない。黒の馬でで、こうやって稼いでニューロです。ニューロ知らない、ニューロです。で、降りてこうやって馬で来たらインパクトだろうと、お前新聞かなりかなやぞ。入寮疲れちゃう、普通にするまでに黒の、うん、まあそういった意味ではね、はい、だからその高卒大卒、うん、社会人で2人ずつピッチャー取ってね、はい、まあ投手も王国だね、うん、でもちょっとリリーフがねやっぱちょっと薄くなってきてるから、うん、そこら辺をね、多分宮沢君とか伊藤君も、まあ、ひょっとしたらリリーフっていうところの穴を埋めていく可能性も十分にあるから、うん、そこら辺はまあ明確な意図を持ってね、ドラフトと、うん、まあ、野手はもう既存の中で育っていきますよっていうね、はい、ところでもあるし、うん、ね、あとはやっぱりいい野手がいなかったっていうね、まあ、少なかったっていうね、うん、少なかったっていうところもあると思うんでね、うん、まあ、そういったところではまあ明確なドラフトだったと思います、はい、ね、ということで評価は SS です、はい、SS、 うわ、トップ出ました。これはもう SS でしょ、はい、正直もう、うん、竹内君と上田君だけでもう来年の戦力アップ間違いなしみたいな、はい、まあ、どうなるか分かんないけどね、うん、っていうような想像にも見えるしね、はい、来年のところでいうと、うん、でうまく余ったら5位の宮沢君と6位の井戸川君も入ってくるかも分かんないし、うん、ね、そういったところではまあ年齢構成も含めてちょっと明確なドラフトだったなっていうところと、まあ、1位竹内君が引けてね、はい、2位に1位同然の上田君も取れたっていうところは、うん、これはかなり来年の西武の順位に大きく反映されるドラフトになったんじゃないのかなっていうところでは、来年1年間のことだけ考えたら SS になる可能性もね、まあ、このチャンネルの推しも拾ってくれますしね。そうそう、うん、で、まあ、この竹内君が入ることによってね、隅田佐藤っていうね、はい、あの1位2位の3コンビまたねもう一段アップできる可能性もあるからね、はい、隅田君も本当良くなったからね、終盤ピッチングね、うん、ここら辺がね、うん、相乗効果で良くなっていくと、で平も若いしね、うん、若い年代がチーム構成していくからね、はい、まあ、本当強くなる可能性もあるんで、あとはまあ野手次第かなっていうところはあるけども、うん、まあ、そこは外国人含めて若い選手ねどうにかしていく、まあ、広場も良くなってきたしね、はい、っていうところはあると思います、はいはい、ということで、うん、ラウンズファンの皆さん、コメントお待ちしてます、はい。